皆さんこんにちは、2022年、10月2日、淡井圭介よりいつものルートで送った政治経済などの、提案7です。こちら日付、表記されてるものです。ちょっと暗いから分かりにくいですかね。こうかな。まず、ウクライナとロシアの、状況ですが、申し訳ございません。そのゼレンスキーさん、一旦軍、進軍、停止してください。状況としてこちらも分かります。ウクライナの言い分も分かりますけど、どこかでまず先に停戦なんですよね。だからロシアの手法としても先に住民投票を行ってっていうところも先に停戦して状況落ち着いて、で多分それからお互いその住民投票で、決着つけましょうと。で、それとあと世界の五大問題ですね。エネルギーの残存量、石油や石炭ガスの残存量で、OECD 加盟国は昔は20カ国でしたけども、今は先進諸国化している国が、まあ、40から50ぐらいあると。これが現実であると。で、この世の中っていうのは、そういった国が、JICA、日本でいう JICA っていう法律があるんですが、5年ほど海外へ出張して、で、その土地を、発展するのを、発展途上国を手伝ってあげると。頑張れば、頑張るほど、エネルギーの消費が伸びていって、人類残りのエネルギーの残存量が足らなくなるっていうのは、これはもう事実なんですよね。で、ちょっとその、僕も自分の人生のことでいろいろ、いろいろこう感じたりとか、なぜ自分はこんな状況に置かれてるんだろうっていうことがあるからよくわかるんですよね。その、漫画でワンピースっていうものを作ってもらってますが、あちらもまあ、僕からのある程度の提案した要素とか、昔悩んだ内容とか、多分それ以前から多分国連上層部とか、世界各国の首脳の方たちは悩まれたと思うんですよね。エネルギーの残存量とか、金属の残存量とか。で、例えば、10年ぐらい前ですかね。もう何巻かもう忘れましたけども、エネルっていうキャラクターがいて、で、そのキャラクターは、イカズチを起こすんですね。で、主人公は、ルフィというもので、ゴムの性質を持つ絶縁体の人間だったりするんですけども、まあ、阪神淡路大震災があって、僕はフルーツ裏パークで働き始めて、で、それぐらいの頃から、まあ、ワンピースという漫画が始まったので、まあ、多分何かあるんだと思うんですけども、まあ、主人公ゴムと言い表すと、まあ、絶縁体で、その、免震ゴムっていうものがあるんですよ。それを地面の底に設置することによって、震度6を震度1ぐらいまで軽減できます、揺れを。で、残念ながら今のところお値段的には、まあ、300万か500万ぐらいするんですけども、流れ作業で行えば、あんなものは10分の1以下ぐらいで多分作れると思います。で、設置できると思います。で、大量生産と。で、その、正直僕がホームページにたどり着いてる内容は、その、穴を掘れば掘るほど地中の中が穴だらけになって、一斉崩落があって地震が発生してしまうと。日本でもそれが起きてる、ある程度の部分で多分それは起きてるはずなんですよ、絶対それは。今年、以前の、淡井圭介よりいつものルートの、ところの6のところが、その前ぐらいで言ってたと思いますけども、今年も大雨が降った時に、京都で、震度4の地震が、2回計測されてるんですけども、多分、水が抜けていって、一緒に土が流れ出したりとか、砂が流れ出したりとかして、地面の空洞化が多分広がってると思うんですね。で、一斉崩落は起きて、で、そういう現象が起きてる。で、これは、建物の解体等の出てくる瓦礫を海に埋め立てるんじゃなくて、その、空洞化してるところに、どんどん、投下していくと。で、まあ、下を先にコンクリートで、まず、
補修をしておきたいんですよね。で、それからコンクリ、あの、瓦礫を入れていって、コンクリートを流し込んでいけば、穴を防げるんですよ。で、わざわざ埋め立て地なんか作って、あの、海の面積を狭くする必要ないんですよ。で、石油採掘とかして空洞ができたら、鉄管を通して、その石油を採掘していたところにですね、海の水を流し込むんですよ。そうすれば、海の海位は下がっていくんですよね。だから、いろんなこと僕のホームページに書いてますから、まず、その、多分、ウクライナ東部の皆さんが、その、ロシアの方がいいと言い始めたのは、住民投票とかで、もうその、戦争になる前の状況を知ってます。で、それが、エネルギーの残存量、多分、これが問題を、多分、知って話が広がったんだと思います。で、まあ、ロシアもたびたび、まあ、ガスの供給を止めるだの、云々の話とかをするものだから、ヨーロッパの方は不安感が広がっちゃうんですよね。で、エネルギーの供給止められたらもうみんな餓死するんですよ。車走りません。電気、発電できません。まあ、原発あるところはまだ発電できますけども、すべての電力は供給できない。で、急に電気自動車も供給はできません。物流は、止まります。で、いろんなところで餓死発生します。で、怖いんですよね。で、みんなでせっかく国連っていう単位作ったんだから、まずは一旦落ち着いて、まず停戦してもらって、それから話し合いをしましょう。で、国境線どこで引くかについては、停戦合意をして、世界の人たちに、自然再生可能エネルギーの解決策を日本人で持ってる人間がいると。で、もうその男も、もう自分の、まあ、特許料とか別にもういらないから、もう自分で僕は考えたものですから、自分で撮影して回って自分の意見申し上げてますので、どこもそんなもの作ってませんで、多分僕は一番最初に考えたんだと思いますので、もういいですから、世界中でとにかく作りましょう。で、ただ、一点だけ、僕の相談に世界も協力乗ってください。例えば戦争を止めたいときに世界中が戦争を、停止、ちょっと動き止まってほしいと。で、ゼレンスキーさんの態度を見ても分かります。落ち着いて粛々とされてます。で、ロシアのプーチン大統領も、落ち着いて粛々とした態度で、記者会見の映像等出てきてますので、状況は改善されたと私は見ています。で、とにかく状況をまず落ち着けることが最優先で、それさえできたら次シリアに入っていけると思いますし、シリアの停戦、本当にエネルギーの無駄遣い、余計石油がなくなっちゃいます。本当に石油の残存量は、発展途上国が伸びてきてますから、2020年の世界国税税のデータでは残り69年分のデータベースですけども、多分消費量が増えて楽観的な観測はいらないと僕は思ってます。もう残り40年分ぐらいで約ですよ、大体約40年分ぐらいで物事見といて、物事進めた方がいいと。で、僕も、テレビ局、もうこれ広げるのには僕はテレビ出るしかないんですよ。で、テレビ出たらいろいろ何かあるの分かります。電波が当たったりとか、スタジオで喋ってる人とか、僕が家の中にいて、僕が家の中から話して、受け答えされてる方いっぱいいます。で、それも、時間軸は違う人たちもいっぱいいます。例えば、昨日でしたら、報道ステーションでアントニオ猪木さんの、昔の映像等が流れましたけども、僕が撮影、家で iPad で撮影しながら、話しかけてます。で、答えれる時と、まあ、もちろん答えれない時あるし、まあ、聞こえてる時と聞こえてない時あると思います。で、時間軸が、もう繋がる世界まで来ちゃったんですよね。で、それももう随分昔からあります。三冠王を取った落合さんも、選手として、活躍していた時に、の VTR だったと思うんですけども、Going という番組で9月下旬に、放送されてます。で、そこで、未来から聞こえてくることもあるからって言ってるんですけども、音声は遮断されてるんですよね。だから、扱いきれない情報なんじゃなくて、そこはしっかりと社会へ公開すること。で、日本の法律と、日本国憲法だったと思うんですけども、国民に広く、影響があるものだとか、国民に広く、まあまあ、影響という例えでいいと思います。ちょっと文章、もう私も一般の仕事、パソコンのデータの打ち込み、コロナウイルスの患者さんのデータの打ち込み、フルタイムでしてますので、ちょっと時間的にもう、限界地点来てます。あんまりたくさんこういったことに、
提案していく時間がどうしても、どこからも支援を受けてませんから、みんな稼ぐだけ稼いで、阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介に会いに来て、稼ぐだけ稼いで、どこからのお金の支援を受けてませんし、私から提案した番組についてお金、まあ、それぐらいの金額だったら払うわっていうことで、ワールドビジネスサテライトの番組見てるときに声は応答は返ってきてますけども、振り込みはまだありません。どこにも書類なんかありません。IT 化が進んで書類化しなかったらこうなるのか、現場で、計算が追いついてないのか、支払いの。で、その振り込みの口座の番号については、目次と YouTube の一覧、目次と名前と一覧、YouTube の一覧表って書いてある、一番上部の淡井圭介の履歴というホームページの一番上の上部に、記載してるはずです。で、ちょっと僕もパソコン、精神病院に入れられたりとか実際してます。で、ちょっとみんなが信じにくいようなことを言うと、もともと昔は家族、もう母親は亡くなってしまったんですけども、家族総出で、もうおかしなことを言い始めたと、頭がおかしくなったと、そういう扱いを受けてしまって、私は精神病院に、入れられてしまったり、もともとは通院からスタートしてるんですよ。で、まあ、一応まず、報道ステーションという、生番組、つまり、まあ、ライブ中継、まあ、生番組でいいと思います。リアルタイムの時間帯軸の、中継での、大越キャスターとの受け答えだとか、そういったことを、してる映像を、最近撮影しまして、で、それを持って、まあ、精神病院、通院しなさいと言われてますから、それも行政の福祉局ですかね。そこはよく分かってないんですよ。社会のことなんて。一公務員のレベルなんかたかが知れてます。ごめんなさい。申し訳ないですけど、私の方が実力はるか上です。それは国会議員の方たちが認めてます。国会で大きな声で、淡井圭介に向かって、言ってます。君なら総理になれるってみんないろんな期待をしてくれたんですよね。淡井圭介のホームページ、淡井圭介の歴というホームページに記載してる淡井圭介の歴前半後半書いてないこと書いてないこと、まだまだ本当は書いてないこといっぱいあるんですよ。で、もう、情報処理能力、云々以前に、もう、性善説で僕も動いてて、SD カードとか USB メモリーとか、テレビ局に高島綾ルートを当てて最初送って、で、これ、もう一人、宛先増やしといた方がいいかなと思って、宇賀夏美とか池上彰さんとかの名前も、池上彰さんも昔僕に会いに来たはずなんですよ。例えば2003年、ホテルオークラ神戸の、ワイン、ワインじゃない、バー、3階にあるバーですね。ちょっと、名前がね、もう、記憶はもうかなり昔なんで、もう、僕もあちこちで働いてますから。で、人材派遣会社、これ、経済界の経団連の方たちにお願いなんですけども、今、東証一部上場のベルシステム24という、東証一部上場してるぐらいですか、まあ、すごいところですよ。で、そこから人材派遣業の、まあ、マーキュリースタッフ、風として、私は仕事させていただいてるんですが、まあ、賞与はついてないんですよね。ボーナスはないと。で、まあ、これは労働基準局にも聞きに行ったんですけども、その義務的にね、その賞与を絶対つけてあげなきゃならないっていうものでもないという回答なんですよね。またのその労働基準局の、人間の回答では。で、これが結局、富の分配がしっかりとできてるかできてないかっていう話もありますし、正直ベルシステム24の親会社の伊藤忠商事さんに関しては、まあ、商社関係で、まあ、三井物産さんとか、大手3社あるかと思うんですけども、まあ、そこにちょっと売り上げが追いついてなかったっていうことで、まあ、できるだけ僕は何か人助けみたいな形で動きたいっていうのがあるんですよね、根幹に。で、それで、まあ、タイの一番の大手の財閥と聞いてます。CP というところと、まあ、タッグを組んでもらって、まあ、中国で、こちらの方の、技術提供だったり、何か良いところを、受け入れるような形でお仕事いただけるものであれば、
まあ、仕事を、回していただきたいと。まあ、そのね、これね、やっぱり為替相場うんとか、元の価値とかも、あの、ドル相場とか、いっぱい為替相場、世界各国でいろいろあると思います、状況。で、これもね、世界中で多分、どこかの国で、例えば、人材派遣業界から来た人間にはボーナス与えなくても良いみたいな形に昔からなってるんですよ。私もまあ、株式会社神戸ワイン、現在名、株式会社神戸ワイナリーという名前に変わってるんですけども、まあ、神戸市立ホテルフルーツラーパークで、まあ、勤務してたんですけども、まあそちらももともとファインスタッフというところからの派遣業者で、まあそこももともと大阪周辺の大手のホテルからスタートして、まあ関西を枠に広げて、まあ福岡、それから関東に進出しています。ですけども、多分今でもボーナス人材派遣会社としたら払ってもらってないと思うんですよね。で、旅館業法を見ていても、もう僕も六法全書かなり読み込んでる方なんで不思議に思うんですよ。で、旅館業法にホテルも含めて、国の補助がつくっていう法律の内容があるんですよね。で、まあ、それがはっきりとした内容は書いてないんですよ。だから、これもともとね、その、国がお金回す云々のところで、結局、どの程度とかだとか、あと、実際社会で本当に必要なのかっていう部分で、経済原理があるのは、その、国からのお金の供給がない民間の一般業の方たちに、との富の分配をうまくしようと思ったら、その辺のところ大手商社さんが、しっかりとした純利益とか上げられてるところの子会社さんのところの最終的なその、末端の派遣業者さんから来てるスタッフの人たちに、ちゃんと、まあ、賞与出るような形にしてあげなかったら、これ、私が、その、いろんなところ、まあ、結婚式場で働いていた時もそうなんですけども、まあ、ここから近くの西宮市の北部にある、西宮北インターチェンジの出口の近くにあるサンバルス六甲という結婚式場で、勤務していた時も、まあ、こんなこと言ってたんですけども、まあ、どうせ男は死ぬまで働かなあかんのや、みたいなことを言ってたんですよね。で、それで結局ボーナスがなかったり、厚生年金入れてもらえてなかったりしてたんですよね、当時。で、もしかしたら僕は厚生年金のその手帳を、提出していたら状況変わっていたのかもしれないですし、その当時は法律とかよく分かってませんでしたから、で、正直会社側としては厚生年金に加入されたら、その厚生年金の掛け金の半分は会社負担になりますから、厚生年金入ってもらってない方が、会社としては、売上、純利益上がるんですよね。だからそういう、なんて言うんですかね、法律の抜け道みたいなものを作らないで、給与の算定表とか国の定めたものがあります。で、労働の、その、環境、によっても手当とかもいろいろ違いますし、で、僕もね、iPad の中には、そういったものを、写真を写した、国が、発表してるもの、神戸市の市民情報室っていうところに行ったら、見せてもらえます。ただで閲覧、無料で閲覧できます。で、海外から聞かれてる方とか、その、今、造語が多いですから、正しい言葉遣いって日本人自身が難しいんですよね。多分これ、世界中で多分起きてる現象だと思うんですよ。だから翻訳する方も、正しい言葉で話してもらわなかったら難しい。で、IT 化されてるコンピューターも、本当にこの意味どうなのみたいなところあると思うんですよね。だからできるだけ状況を整理整頓していきたいんですけども、もう一度話をロシアとウクライナの戦争の話に戻します。ごめんなさい、その前に、その伊藤忠商事さん、すいませんけども、よろしくお願いします。経団連通して、できるだけまあ、もう無理言いませんから、純利益しっかり上げられてるところは、人材派遣会社の方に富の分配しっかりとしてください。で、そうじゃなかったらね、やっぱり結婚する気に僕当時なれなかったんですよ。その嫁さん抱えて、まあ例えば結婚して養っていく自信っていうのがなかったんですよね。これはもう
現実であって、で、そのエネルギー問題であって、今、ロシアが地下1万5000メートルまで、もう世界最長でもう、すごいそこまで掘って頑張ってくれてます。だから、ロシアの皆さんには頭の下がる思いなんですけども、で、まあ、そういった、ロシアの、その、じゃない、ウクライナの東部の人たち、訂正してます。ウクライナ東部の人たちが、そこまで分かって、ものを言ってるのかどうかも、受け答えをしないと分かんないですから、誰か代表者立てて、で、まあ、ゼレンスキーさんも、落ち着いた状態でお話されてるのを、ご理解してます。で、とにかく、停戦しなければ、ずっと、これ、いろんなところで、いろんな、至らない要素ってあると思うんですよ。どうしても、マスコミの人とかも、自分たちが今まで知ってきた歴史の中で、まあ、ある程度の判断で書いてると思うんですけども、それがどうしても、東西の冷戦の話まで結びついてしまう。そうじゃないと、今まで、日本がしてきたこと、例えば、キューバと、まあ、オバマ大統領の時に、まあ、キューバと仲良くしてもらったりだとか、まあ、トランプ大統領の時にちょっと関係が崩れそうになりましたけども、いや、大丈夫ですよ、ということで、まあ、日本の方で、いや、もう誠意見せますよ、ということで、日本の企業さんの方で、まあ、キューバに進出してる、企業の方たちで、で、向こうが抱えている負債、もう1600億円ぐらいですかね。まあ、それぐらい、まあ、もうなかったことにしてあげたらいいんちゃいますかと、もう同じことですよと、デフォルトをキューバがしても、結局世界中でお金出して、助けなあかん話になりますから、戦争したら世界中の人に迷惑かけるだけなんですよね。これがもう実態なんですよ。だから、まあ、住民投票っていう形は行われていて、そのロシアにはロシアの言い分があって、戦争状態だから現場に銃を持ったら、その兵士も置いとかなかったら、戦争してない地域で、選挙で、投票所で、発砲事件とか起きてるのが、これがもう現実なんですよと、本当に僕も銃の生産をまずやめなきゃなんないと思うんですよ。これはアメリカも含めていろんな国で。ただ、ごく一部の地域で、熊とか、ワニとか、それが近くで出現するところは、銃を所持しなきゃなんないところはあるでしょうし、日本の法律では、熊等の駆除に関しては自衛隊が行ってます。警察官の、拳銃程度じゃ、本当に大きな熊、ヒグマとかでも大きなの、います。人間よりもはるかに大きな熊が。あんなの普通の銃じゃ効かないですよ。だから特殊な銃、威力の強力な殺傷能力の高い銃で、撃たなきゃ、人間の方がやられてしまいますから。そういう状況等もご理解しちゃいます。人間に対して撃つもんじゃないですからね、銃は基本的に。で、警察官の方も、まず拳銃なんかも今見せませんし、そもそも警棒自体、まず見せないんですよね。もう逮捕術でいけるんですよね、人数集めて。で、逮捕される側も、もうほとんどの人間が警察官が来たら大体おとなしくしますよ。そこで暴れる奴らがまずいませんって今時、今の時代。僕もどんどんアスリート業界から警察官の方に回ってもらってますから。体鍛えまくってきた経験のある連中を。で、まあ、今回の、世界への、ご提案として、もう私の現状としても、生活状況の改善なんか全然、まあ、今日も会社で、データ入力、今、実際海外の渡航制限、日本は10月に解除されて、まあ、海外のお客様が来られて、で、まあ、コロナウイルスの患者は増えるんじゃないかという予測が出てますけども、そこでもう一つの判断があるんです。私も、8月下旬か9月上旬にコロナウイルスにかかってるんですよ。精神病院に入院させられてる時に。で、精神病院に今入院させられたらコロナウイルスのせいで外出が一歩もできないんですよ。病院の、病室に閉じ込められます。まず5日間、病室から出られません。監禁状態です。もう牢獄と同じです。おまるを置かれていて、そこで家を出さなきゃなんない。そこへ食事を持ってきて、まあ、食べるという、そういうふうな環境下に置かれます。まあ、刑務所みたいな状態ですよね。で、もう、これ18歳以上の人間しか見れない形で私は YouTube に上げてますけども、
精子の生産がされなくなる薬を飲まされます。精神病院に入院させられると。で、これが大きな問題点があると思います。で、世界中で多分同じようなことを精神病院で行っていると思いますけども、あんなものを飲まされたら患者の方は何飲まされてるのかわかんないから怖いですから、それはトイレで、飲んだふりして吐き捨てたりしますよ。僕も何回かしたことあります。で、多分あれは大量に海に流れ出ていて、で、海に流れ込んでるものだから、魚の繁殖能力が落ちてるんだと思いますよ。そんなことをもう何十年もしてるから。で、多分そこには精神病院通うぐらいもうわけわかんない人間なんか、世の中相手していられないみたいな部分があって、で、人口増加の抑制等々でワンセットになってるんじゃないかっていうのがあるんじゃないかと、昔から作ってきた法律の中でね、その支配者層の階層の人たちがどういうふうな形で動かれてきたか分かんないですよ。だからスーパーコンピューターを通して昔の人と時間軸はつながる話なんかしたって、で、それで、プロレスラー終わった後、アントニオ猪木さんも国会議員になってますし、僕はちゃんと自分の名前と自分の、その、音声を発してる時間軸を言ってるんです。2022年の、10月1日の淡いケースです。たまに日付間違えるとき、これは実際あります。私も人間ですから、人間もミスあります。で、コンピューターを AI 化しても、やっぱりミスが出てくると思います。やっぱり、いろんな情報が上がってきて、どの情報が正しいかのチェック、これ人間のプレート説も私チェックしましたけども、ウィキペディアでどこの誰が言い始めたのか、第二次世界戦争の前後ぐらいの人間が言い始めて、ドイツの出身の人ですよ。で、地面の中はいろんな層に分かれてるんですよね。もうそこ場所によって、地点によって全然違います。で、プレート説っていろんなところでプレートがこう分かれていてみたいな話してますけども、ずーっといろんな層があるのに、じゃあその地面の中に入り込む話っていうのが、なぜ同じ、深さの位置にあるんだと。なぜそんなことが言い切れるんだと。なぜ地面がほとんど土とか岩石とかで出来上がってるのに、なぜバネみたいに弾けると、そう考えてしまうんだと。地球の軸は中心に向かって重力が働いていて回転するのであって、多少じゃない、世界中で今いろんな金属とか石油とかガスとか石炭とかいろんなものを採掘してます。で、それを採掘するのに穴掘っていかなきゃなんないので土砂とかかき出したりしています。で、金属は錆びて消滅したりします。で、ある程度。で、だから、穴として、およそのところですけども、僕の見通しではもうこれもおよその世界を入れなかったらもう無理です。そんなことまで計算もうみんなしてないと思います。土砂の量なんて。200億トンぐらいの空洞が毎年地下で出来上がってると思うんですよね。で、大雨が降ったら降ったで、多分一番怪しいのは河川なんですよね。で、河川の底から水が抜けていって、で、僕はもう撮影して回ってますから、水量、いろんな河川、こことここが合流してますけど、なんかちょっと水量足らないと思いませんかと。で、なんかこう地面に染み込んでいて、多分流れていってるんだろうなっていうのは、染み込んでいって程度のレベルですよ。で、大雨降ったら水圧がありますから、大きな河川ほど中にどんどん染み込んでいくと。で、中で空洞化が発生してしまうと。で、海は海で、なぜ大津波が発生して地震が発生するかって言ったら、地球に重力があって、水圧があって、どこかで、岩石の割れ目ができて、そこに水が流れ込んでいって、で、空洞化が広がっていくと。で、だから、まあ、ある程度だから水も掘っておいても地面の中に海底で入り込んでいくような仕組みに地球はなっていて、で、マグマの層とかと、接触して、マグマ噴火、火山が噴火したりしますよね。それは地球に中心に向かってすごい、ものすごい圧倒的な重力があって、で、それに押し出されて、火山は圧力によって、もちろん高温を発した、蒸気発電、ガスタービン発電とかでも、同じようなもんですよ。圧力によって、タービンを回して、コイルで電気を回収して、発電してるんですけども、金属同士の摩擦で静電気を起こして、ものすごい静電気を起こして。で、その話を広げていくと、樹脂でもプラスチック製品できると思いますし、
それで下敷きでみんな子供の頃遊んでたでしょ。こう頭の上にこう下敷きこう起こしてこう静電気でこう髪の毛が立ったりとかしたでしょ。あれと同じで、発電できるっちゃ、まあ発電力は少ないんでしょうけども、発電できるっちゃできるんですよ。で、地球の体積が減ってるのも事実であって、それを砂漠を緑化していくことによって、気温を増やしていくことによって、重力、地球の重力、重量を、重量で、重量ですね、重量を上乗せしていくことはできるんですよね。で、まあ、もしかしたらですよ。だからこれ太陽光パネルを設置しま、もうできるだけ世界中で設置して、できる限りのところで。で、太陽の熱をエネルギーに変換して、で、変換効率という率がございまして、これが、まだ 100% には遥か届かない状態なんですけども、だけども、これはだんだんいろんな研究が重ねられて、発電効率は良くなっていっています。だから太陽の熱を吸収していってるんですよね。それで、電気を発生させています。だから、温暖化がおよそのところそれでストップします。で、地球は軽くなった分、太陽というものすごく巨大なものに、巨大な重力に向かって、近づいてるんじゃないかな。それが温暖化の原因じゃないかなっていうのが、まあ、僕のおよその見立てでもあるんですよ。だからそういう意味でも自然再生可能エネルギーで早く進めていかなきゃなんないし、かといって、そのバイオマス発電も必要だし、木も切っていってまた植林していったら再生できますから、石油とかには限りがあるのはもう明確化されてるんですよね。で、一体どこまで掘ったらいいんだという話になって、いずれ掘るエネルギーが採掘するエネルギーを上回ってくる話になりますから、だからとにかくまず無駄遣いやめますけど、58番を見てください。何をすればいいのか載ってます。まあ、くどい話、まあ、二重するような内容になってるかと思いますけども、まあ、これは再チェックというような形で、同じようなことを私何回か言います。皆さん、そういうわけで、早くご協力のほどよろしくお願いいたします。で、テレビ局関係の方、早く私に会いに来てください。私が会いに来てほしいといった名前を挙げた人間、もちろん結婚も私、自分が結婚することを、放棄していませんから、結婚する意思はあります。で、淡井圭介と結婚したいっていう人がいるんだったら、ぜひ言っていただきたいですし、で、まあ、正直に言います、厚生年金、今までの人生の中で半年ぐらいしかかけてません。これが私の実態で、今、まあ、11月から給付が、まあ、各市町村によって、自治体の処理能力によって、配布の給付のスピードが変わってくるんですけども、住民税の、納めが必要な人に対して、要するに所得がものすごい低い人たちですね。いろんなものを値上がり、したりしてるのが今の現状だったり、まあ、11月から電気代が値上がりとかしたりするんですけど、まあ、それに対して、まあ、5万円の給付で、補っていくと。まあ、これが今の日本の現状でありまして、その方たちが1600万人ほどいるんですよ。万なんですよ。1600万なんですよ。だから、だから、もともと厚生年金かけれないような生き方をしてきた人たちっていうのが、社会で大量発生して、政府もそれも、僕からの、状況説明でご理解して、日本の政府も、今年の、まあ、10月から、ちゃんと、まあ、社会保険が、つくように、社会保険自体は、厚生年金の表もね、あれも、僕の持ってるデータは何年か前のデータで、まあ、給与が6万いくらぐらいから、まあ、厚生年金が、まあ、納めれると。で、まあ、半分が会社負担という形で、普通の年金よりも、しっかりとしたフルタイムで働かれてる方は、厚生年金の方が、普通の年金よりも、ずっとかけていたのであれば、上回るんですよね。金額大きいんですよ。半分会社負担ですから、金額結構大きいんですよね。だからそれ厚生年金なかったら、老後かなり悲惨です。中途半端に生活保護になれなかったら、生活保護だったら、洗濯機壊れたりしたら、ちゃんと、一応、
何年かに1回だけなんですけども、洗濯機買うのを許してもらえるんですよね。その、領収書を持って行ったりすることによってお金が降りてくるんですけども、だけど、それ、もともと手元にお金ないとね、買いに行けないし、住宅扶助で、まあ、それは生活保護係の方で、まあ、大体市営住宅とかに住んでる人が、まあ、生活保護とかですわ。で、お金を納めたりしてもらっていて、手元で入ってくるのが6万7千円ほどで、で、それで、まあ、光熱費ですね、水道代、ガス代、まあ、電気代、通信費、で、あと、食費賄わなきゃなりません。もう余裕ないんですよ。で、靴だってたまには買わなきゃなんないし、服だってたまには買わなきゃなんない。僕の袖、これちょっと見たら、袖口、もうだんだん使い込んできたら、まあ、もう、剥げてきて、ボロくなってきます。もうこれが世の中の現状でもう、精神病院行ったら、もう、ジャージの袖がもう、薄くなりすぎて、もう、破れてるんですよね。吸い切れて、そういう人もが隣のベッドで寝ていたりとか、もうそんな状況で、もうどこから改善について手をつけていったらいいのかっていうところと、あと精神病院もそんな薬出したところで意味ないし、精神病院に閉じ込めたって、知識を教えてあげなかったら何にもわかんないし、その、なぜ精神病院行きになったか、有馬警察署の方も僕を精神病院行きにさせて、それを福祉課を呼んできて、で福祉課を通して、精神病院行きにさせて、病院の判断だって、これ以前も有馬警察署に追及しに行ったんですよ。おかしいって、そっちでテレビでも僕はテレビに向かって喋ってる内容、そっちも知ってるはずだぞ。で、天皇陛下と会った話も本当だし、天皇陛下からの伝言を有馬警察署の署員が、警察官が2人で来て、伝言伝えに来たことも何回かあった、2回ほどあったはずだと、あんまり気にしないことっていうことで、まあ、伝えに来てくれてるんですけども、天皇陛下からの、いや、もう、ちょっとね、いや僕も天皇陛下を非難するわけじゃないですけども、いやいや、もう、世の中で僕も多大な影響を世界に与えてきてる方ですから、で、漫画業界とかもアニメ業界も映画業界も、スポーツ業界も、経済界も、法律業界もいっぱい影響を与えてます。で、だからもう、その、気にしないって言われても、もうここまでしてきたら、もう僕もお手上げなんですよ。もう、政治家の人たちが選挙で、当選した時、バンザーイってするでしょ。あれ、お手上げだって思ったりしてるし、それ、現地に勝手にコンピューターが伝えるんですね。頭の中をハッキングして。で、まあ、いや、もう政治家の人たちも、まあ、昔からそういう状況出来上がってるっていうことを知ってる人たちが、大丈夫、昔からそういうこと言うてる人もおるからって。で、政治家の人、心広い人たち多いです。で、まあ、ちょっとそれで面白いぐらいの方はええわ、で、何のために生まれてきたか分かんないしっていう部分はあるかと思います。だから僕も、自分が、大真面目に真剣になってしまった時に、例えば芸人さんを非難したりとかしてしまったことって今までいっぱいあるんですよ。本当にエネルギーの残存量足らないんだということで、だから、以前も言いましたけども、トランプ大統領のそのフェイクブースの文章、もうちょっとたくさん、入力できたりとかしなかったら、短い文章しか入れれないから、アメリカの大統領、GDP 世界ナンバーワンのアメリカが、もう特許の輸出も、世界でナンバーワンですよ。で、そういう金額もデータで出てます。世界国税税の方で載せてほしいって言って出してもらってます。で、安心しろ、フェイクニュースだって、まあ、安心させてあげるために、まあ言ってくれてるんですけども、コロナウイルスの件と、だから僕、ごっちゃになって、石油の残存量問題で、無理やり渡航制限かけて、で、正直ね、もう、そんな海外に遊びに行く必要ないじゃないですか。正直、流れた飛行機乗るのって大変ですよ。で、ちょっとね、自然再生可能エネルギーで、全エネルギーを賄えるようになるまで、ちょっと皆さん様子見ませんかと。これが私からの、正常な判断だと思うんですよね。そうじゃなかった。未来の人たち大変なことになりますよ。みんなで食料の奪い合いとか、もうそんなレベル逸脱して、もう、先進諸国みんな、餓死者になりますよ、本当に。今更、ね、焚き火で生活って雨降っただけで終わりですよ。で、かまどなんか急に作れませんしね、家の中に。
もうこれが現実ですので、皆さんすいませんけれども、世界中の皆さん、ご支援のほどよろしくお願いします。特に国連とか各首脳の方たち、協力して、ちょっと皆さんで世界情勢、協力して一致団結して落ち着けましょう。で、国連で本当にもう淡いケースからのお願いすると、僕も計算しました。地下水流発電とかでどれぐらいの発電量が見込めるかっていうところ、頭の中のいい加減な計算ですけども、おおよその計算ですけども、多分 1% の売り上げ の特許料を僕がもらえたとしたら、ビル・ゲイツさんの収入を上回るんですよね。で、それで僕はそのお金を持って東京都ので関東大震災が昔ありましたから、東京でもう一回発生する恐れがありますので、東京都の方の例えば、まあ、一軒家、家の底に、まあ、無償で、僕からのお金の供給で、無料で、免震ゴムを設置して、絶対、大地震が発生しても家の中にいたら大丈夫だというような状況を作ることを夢見てたんですけども、もう夢、何判断で何を優先したらいいのか、もうこんなに世界が追い込まれてる状況って、本当のデータ見たときに、もう愕然としたんですよ。メタンハイドレートも期待してましたけど、10年以上経過しても、日本の技術では最後とうまくいってません。これが正直な話です。それ込み込みで話せんかったら、本当のところどこまで深いところの石油採掘できるのか分かんないんですよ。だから私からの提案で、日本のこれは私は日本人ですが、日本の政府を通して、最終的には総理判断で、中国の方とそんなに尖閣諸島の、そこの油田にこだわるんだったら、まあ、お互い折半で、半々で、採掘しませんかと。掘るのも、掘りに行ってる人、正直、命がけですよ。本当に。何があるか分かんないですもん。急に底抜けるかも分かんないですし、採掘場って。だから、サハリンで日本のメーカーが、まあ、ロシアの、土地の、ガスを採掘させていただいて、供給してるんですけども、現地で掘ってる人たちは命がけですし、ある程度自動化してるところは自動化してるし、だけどもメンテナンスしなきゃいけない人たちはいますし、で、サハリンでも大きな地震は何回も発生しています。これが現実です。97地震について、その辺のデータ、すぐに出てきますので、一番上に、YouTube からアクセスできるようにしています。それを見て皆さん、お勉強してください。よろしくお願いいたします。本日、ご清聴ありがとうございました。淡井圭介のメッセージ、終わらせていただきます。